今日は0時30分に古巣へ、結構車が多いけど東の一部に空席あるので、そこでよく見ると隅っこに合コンマスター HU さんがいる。今回は手を引いた方がいいぜ。年収2000万円はないと話になんねえ。しけた女友だ。日本語にすると2匹しか釣れないらしい。今日も見知らぬ人がキーマンなので名前を付けたいと思う。80歳くらいのおじいちゃんで釣り手歴が長くて竿が3本出して釣ってるウキンが、免許はそろそろ返納しようかな売って言ってた。80歳のおじいちゃんで3本か。この人の名前はそうだな。そんなわけで改めて東側から順番は HU さん、田中邦衛、亀井、満腹寺、自分、ウキンガーとなる。開始早々田中邦衛、亀井さん帰宅。仕事らしい。今回は食べる前に飲むが聞けなかった。しかしこの満腹寺先客なので苦情を言うわけではないが、竿3本出すのは本気でエリア取りまくりで困る。太刀魚釣りを経験済みなら説明しやすいが、とにかく右から左へ流れるので自分のエリアまで遠投し、そこから HU さんの足元まで流す。しかも3本なので大忙し。何はともあれ釣り返ししたハイイが当たりがなく泣きそう。しばらくすると HU さんがミンモードに入った。伝言箱だ。たい焼きさんが来たらそっと熱いキスで起こしてくれって言っておいてくれ。最近ホモネタ入れて女性人気を高める気ですよこのチャンネル。Oh. まあ無理なんですけどね。2時くらいかな。たい焼きさんご来店。場所は田中邦衛、亀井さんの後へ入ることに。たまたま HU さんが起きてたので熱い宙は見えなかった。今回はまず目という時間がない。とにかく4時30分からウキンガーの浮きが沈みまくり、我々も当たりまくり、奴が大量に現れた。サバが大量に入り込み、満腹寺の浮きがこうぶる、あっち行ったりこっち行ったり、そして釣り上げるとピチピチピチとうるさい。我々天野氏も邪魔される。自分が3匹、HU さんが4匹、たい焼きさんが4匹、手がぬるぬるになるし、さあ大変。右隣のウキンガーも、サバ、全員が 11PM のテーマを心の中で歌ったに違いない。太刀魚は5時20分から10分くらい、そこそこ釣れた。最終的に太刀魚18匹、サバ3匹、かなり数が減った気がする。満腹寺もかなりお怒りだった。まあ、こればかりはどうしようもないやつ。明日はウキンガーは誰も来ない気がする。天野ですらサバが釣れるのでかなりいるはず。満腹人は1匹だけアジ釣ってた。明日も行くと思うけど、もしかするとのんびりスタートするかもしれない。最近3時まで全く釣れないし。